いいのこんな始まり方で。もう一回やる。もう一回やろうか。もう一回やろう、はい、このスマイルはいつ使うんでしょうか。どうもライラです。どうもフェルです。ちょっと取り直した、取り直した意味ないわ。てか取り直したとか言っちゃダメだわ。まあまあ、スマイル使ってみるです。少佐時は悪魔だと思っていた。あ、それだけ。あれあれ減ってるの。減ったもしかして。減ってないの。まずこの99個分のねスマイルをねお届けできるようなね、はい、今日は目指してリンカインダーのパート5をねやっていきたいと思います。はい。あれ出れない。いると部屋を調べてみるか。じゃあやっぱこれ真っ先に気になるんだが、棚の方とか下にもなんかあるし。ああ、これ音は出ない。箱じゃないし、何も調べてなかったね、やっぱり。10K、うん、これはまたハードコアな。ド変態じゃん。お、メモと手紙があるんだって。恐ろしい。なんだこれ、うん、AV の中に隠しておけば。触れることはないだろう。いや、見られる可能性あるよ。アニマルビデオって。そうだよ。みんな楽しく見れるビデオじゃないですか。妻、うん、動物好きかもしれないからね。そうそうそう。隠すようなものじゃないと思うんだけどな。うん。うん、はい。怖っ。何が？頭文字。あ、何に気づいたの？頭文字。き。ち。く。く。くじゃない。あいうえお作文じゃないよ。この動画は基地が秘密基地が丸々でみたいな。基地がなんちゃらかんちゃらでしょうね。違いしね、基地基地戻ろっか。戻ろっか。で戻れるようになるのかな。一応ここも何もないのか。何もないよね、うん、あーお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 ー。すげーショートカットした今。ちょっと待って、これ外出られたりしないかな。まさかそんなこと。あー、なに、不思議な力で阻まれた。AT フィールド設定を無視して強引に待ちを出ます。何設定って何。設定とか言っちゃっていいの。ちょっと待って。あ、はい、なのにや、うん、やりましょうか。それはやるしかないですよね。ここで出るって言って、もしかしたらハッピーエンドかもしれない、まあ、みんなで出て終わりみたいな、そうかもしれないんでね。終わっちゃったね。させるか、ボケ。なんでこの写真やけリアルなんだ。ジエンド。ということで終わってしまいました、はい。パート5でなんかまさかの5分以内の動画になってしまいましたが、まあ続くよね。よ続きますよね、はい。パート5をやっていきたいと思います。はい。びっくりしたわ。ダッシュ 50m 何秒で走れるんだろうねこの子。これもすごい。ダーダーどうだった？うん、見つかなかったんだけど。だけど、ごめんなさい私が、うん。でも今んとこ全員助けてるよね。うん。そうか、そんなことが。わからない。ただ消えちゃいたいってずっと思ってた。うん、すごいこと言い出すよいきなり。一人になりたくて消えたくて。辛くて苦しくて消えたい、うんうん、違う。こんな気持ちはこんなことになるずっと前から続いてた。結構長い期間なんだ、半年も、うん、何があったりしてよく分からなくて怠け病かな。うちのお父さん少し
同じ症状の人が結構いるっていうの。はあ、これか、心の病ってやつか。あ、心の病ってやつか。は言い訳だって話。言い訳じゃないと思うけどな、でも俺は。さっきの、ね、本で言い訳って言ってしまえばそこまでかもしれないけど、言い訳ではないと思うな。それうちもだ、うちもだ。なんかみんな、みんな訳ありなの、訳ありなの、このなんか子たちは。じゃあみんな子供だしね。うちもだよ。このノリは何、なんか最後の一言がなんか面白いこと言わないといけないみたいな。うん、変だな、俺の家もだ。あが普通だった。二人とも。なんか怖っ。偶然。どういうこと、偶然。できすぎてるよね。これもあいつがやってんのか。俊介くんの家はどうなんだ。死ねえ。何起きたの。まあいいや、今生きることを第一に行動しよう。いい主人公だ。いいセンスしてるよこの子は。邪魔しては見たけれど、本当は困惑してたんだ、うん、だってうちはお父さんもお母さんも元気だから、うん、みんなにある奇妙な共通点、僕にはない奇妙な共通点ないね。一体どういうことなんだろう。あ、動かせるんだ。ふふ、うん、あ、こ、あ、変わったんだ。はあ、うん、あ、引き続きヒロト君とレイさんで行くのかな。次も食べ物か、ミババの店。あ、トトイ犠牲が、トトイ犠牲の隣のタクミ君が、マンションがあった。なるほどね、ついでに行けばいいんだ、マンションに。うん、OK です。はい、あれ行っちゃう。あ、レイさんと、とりあえず待って、左上が気になる、左上が気になる。イジーね、結構マニアックな子が多いですね。いらない。そうか、そうかって言ったそうかって言われた。さやかくん、君とはもう終わりにしようと思う。え、何をしてるの。そうはいきませんよ、部長。この恥ずかしい写真をご自宅に送りつけてもよろしいでしょうか。あ、やめてください、ジョー様。何やってんの、こいつらは。何やってんの。何よ。すごいごっこ遊びだなそれ。怖さが紛れ紛れねえよ。ほう、他にすることあるだろう。ほうってなんか納得しちゃってるよね。俊介君も俊介君だ。じゃあ7でいいかな。うん、鬼バンバの店って言ったよね。うん、テレフォンの、まあ、そう、あのね、赤いケチャップがね、その目印。そうここだね。流行の最先端絶賛爆心中。爆心中。いいですね。入りましょう。あ、コンビニ代わりに重宝できるんだ。あ、ほぼコンビニだね、なんか。おう。みんな食料はこんなもんかな。みんなの食料を入手。おう。で、今から俊介くんが一人で全部いただこうみたいな。ダメなんだ。みんなのための食料だから回復には使えない。優しいね。湿布か。何の役に立つの。フードフィアなんて置いてるもん、好きな店だな。美味しくないの。バーサーカーソウル。沖縄シークワーサーとかいうのは知ってるけどさ、あんまり知らないな。湿布の隣に置くとは確信犯だ。何。どうだろう、調べた方がいいかな。あ、お。ギアマン。あ、一応調べた方がいいか。話しかけるとなんかイベントが来ちゃいそうな予感もやっぱりメープルクッキーするし、一応補充できるものは補充しときたいね。うん、こんなもんかな。で、レジはお金、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 お金
一応セーブしとこう。しとこう。女優の矢野京子って離婚してからさらに細くなったよね。別れてさっぱりしたのかな。いや、わかんない。女優に、女優さんに憧れてるのかな、レサーは。やつれたっていうね。やつれた。よく知ってるね、俊介くん。あ、なるほど。あれ？なんもないんだ。もういいのかな、出て。あ、これは。ああ、一緒だね。じゃあ出ていいのかな。うん。出ようか。あ？あれ？あれ？開かないってやつ。どうしたの？あ、ドアが開かない。開かない。まあまたあるあるだ。閉じ込められた。そんなの一目瞭然だよ。なんか出てくるよ。これなんか出てくるよこれ。来た。グワ。ちょっと一撃食らったけど大丈夫。ヒロト君。ヒロト君。次の犠牲は。あ、でも一緒に戦えるんだ。ひどかった。そしてこの BGM である。相変わらずだなこれは。どうなのかな、わかんないな。あ、回復担当がいない。回復担当いないもんね。うん。ヒステリーとパワー型の。ヒステリーって聞くのかな。耐えた方がいいか。じゃあ試してみようか。これでこれでこれでいこうか。不気味に微笑んでる。何か仕掛けてくる。何かの前兆か。次はちょっと聞いてないんだ。あれってゆういちくんにしか聞かないのかな、もしかして。ああ、そういう固定技かもね。耐えた方がいいよね。なんか、うん、蓄えてたし、うん、全部耐えよう。ああれ次か。次か。ちょっとごめん、もう一回耐えさせて。うんあれあれ来ない。いや、いけ、いける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 よね。本当に本当にいけるよね。大丈夫よね。大丈夫大丈夫よ。じゃあ3ターン目からでしたっていうオチ。大丈夫大丈夫。結構食らったね。なんか今全回復したね。全回復したね。ってことはこれ、ほう、一度使うとなくなる。どうなんだろう、これ今使っちゃいけないってやつか、それともここにあったからこいつ用のアイテムだったりっていう。どうなんだ、一回やってみるか。使ってみっか。試しに使ってみっか。耐えてどうなる。お、あ、お、これで回復を阻止できるんだ。殴ろう。じゃあで、あとはタコ殴りなんだ。殴ろう。でどうなる。気力減らしていけば大技はなくなってくるから。ほほほ、これいいね。あ、じゃあ使わないといけなかったんだ。うん、これ合ってたんだね。うん、あー出せた。思いのほか簡単だったね。まあフラグブレーカーだからね。立てたフラグはね、あの折っちゃダメ、必ず実行しますから。あの俺は油断したな。はっ。こいつマゾ。俺と一緒だね。誤解招く表現だよそれ。失敗かけたくなかったんだ。似てた。ああ、確かに似てたね。え、じゃあ2体目、2体目か。これがそれか、1体目なのかと一緒のやつ。2体目でいいのかな。2体目だ。2体目でいいよ、もう2体目にしよう。待って、進んでるよね。またなんかこうなるってことは2体目やって、あ、最初のとこオープニングであったやつ。バチャン。なんだ、うん、その時町中の家から建物から水という水が溢れ出し、それは川になり湖になりやがて海になりました。めいたしめいたし。かん感。千年のいい話かなーって記憶の海、思いの、残骸が眠る、眠る海、空のよう、まるで海の中を飛べるかのようです。そう、そこにはきらめく星たちも集まってくるのでした。感。青い夜空の海です。ほう、綺麗なんでしょうね。8でいいかな。いいよ。いいね、犠牲ない今のとこ。あ、ゆういちくんかな。あ、動かせるよ。え、え、なにこれ。あ、何もメニュー開けない。あ、あ、あ、今後もトランスタムできる。ここはイベント。
調べたかったな。だとしたら、あ、パパサッパ、ママいつ良くなるの？お前だったのか。ほう、不吉じゃないか。そればっかり。そうやってごまかして。そうやって、そうやって。そうやって。そうだな。最初にあったね、この会話、この絵本を読み終わる頃かなっていう。随分分厚い本だね。あれ、これ絵本なの？この絵本全部読めばママ良くなるの？ああ、はあ、きっと良くなるよ。まあ、いろいろあるんだよね、過去に。あ、これだけかな。なんかもう一回調べてさ、なんかまた同じの聞くっていう風にならないように、ちょっと他のとこ調べてみたいな。この星のやつに注目していけばいいのかな。そういうことの中にだよね、多分。うん、多分。あ、なんか思い出の場所だったのかな、ここは。え、まさかこの家庭の何、土地、ここ土地だとしたらすごいよ。また間違えた。うまくいかない。お前の声がでかすぎるんだよ、ヤギみたいな息苦しい声しやがって。家畜なら家畜らしく人様の役に立てよ、陰気な顔しやがって脈悪い。マさん、マさん。オムスカンター。何？この頃から言ってた。歌おう。君は一緒に歌おう。何？またゆうちゃんのバモスカンタールが始まったって。定番なの、この家庭の。解消して突っ込んでくれた。いつも突然何なの？本当全くだよ。ね、もうお母さんもわからない。このバモスカンタール。どこで覚えたんだよ。うん、そもそもバモスカンタールってなんだ？お父さん。内緒。ぐちぐち言ってても仕方ないか。数日後には町内会で歌をお披露目しなくちゃいけないんだし、練習続けよう。お歌を、お歌を。何歌うんだろうね。やっぱボカロとかじゃない。パパさん、パパさん、イケボじゃないの。多分相当なイケボじゃないの。他に、こっちは、あ、行けないんだ。行けない。基地とは無縁の子。日米ハートフル公園。ハートフル公園。ハートフル公園行く？この頃に入れないんだ。ああ、ないか。なんもないのかな、もう。なんかあると思うけど。ん？あ、これは違うわ。ごめん。あった、星。星あったよ。何があったんだ、あれは。あれ、待って待って、入れる。入れる。どっかから。右から。右から？隙間。右だったっけ？待って、ここにもあった。本当だ。ここにもあるね。まあ、先に見つけたからこっちから行こうか。うん、右？ああ、こっから入るのか。そう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 。オッケー。うん、あ、これが何？町内会？わかんないや。何？飛び降り？ひそひそ。野獣があって。野獣があってね。奥さんじゃない、飛び降りたんだ。なるほど。お母さん追い詰めていたようだったもんね。相談に乗ってあげた方が良かったのかしら。ひそ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 ってね。ざわざわってね。ざわざわ。息子さんもいる。何も子供の目の前で飛び降りなくても。ひそひそ、ヒソヒソってね、気になってしょうがねえよ、最後のヒソヒソが。すいませんでした、もう俺の思惑通りだった。このゲームはヒソヒソ、ごめんなさい。俺が悪かったです。もう一個あ
このパート終わっちゃいそうな気が。で、左の方にあったね。そんな1個の動画が何分、あ、ここにもある。おう、じゃあ1個の動画に何分だよとかそういうね、あの決まりとか決めてないけどね、特に。ここはなんだ、あれ、なんか破れたよ。なんか目も破ってるような。これ破れか、破っちゃったの。だからこんな本売るんでしょ。離れないよ。あからさまに気味悪いかって顔しちゃって。僕が嫌なら離れなよ。以上ですか。以上ですか。じゃあ上の これここか。なんか順番とかあった、もしかして。いや、でもでもなんか時計回りに回ってるだけだよね。大丈夫だと思うんだけど。病院の先生なんて言ってたの。異常なしか。本当に大丈夫。結構何こういう何ていう考えさせられるゲームっていうの、なんか。ああそういうゲームか。ホラーと思いきやこういうなんか本当に気頑張るから。でも飛び降りちゃったんだ。そういう詳細も今後見えてくるのかな、まだあるのかな。まだあるみたい。右、もっと右の方。右見てなかったよね、右行こう。あーって、お、あった。多分大丈夫よねもう見つけ次第なんか罰をしてるけど罰っていうか決定ね、決定。キーボードで操作してる方にとってはあの Z ボタンみたいなパッドコントローラーでやってる。ねえ、あのこと聞いてくれてた、来てくれた。不倫の話、友達、同意の話聞かせ、聞いてきてもらう。友達とそういう話するんだ。コロが病気になるわけないって笑われたよ。まあね、よくわからない。そう言っちゃえばね、そう、それまでなんだけどね。聞いたよ。あ、進んだ。いや、これまで、ここまでか。これムービーは。で、で、あ、進んだ。全部見たってこと。見たんだじゃあ。誰か。誰か。誰か僕が。から連れ出して、なんかこういうセリフなんか最初あったような気が。もう嫌うのも嫌われるのも嫌だよ。これがもしかしてゆういちくんかな、これが。あ、なるほどね。これでまた正気に戻れはっ、ってね、はっ、ってね。俺は痛い。全然反応ないから、一旦戻ろう。ああ、マンションも行くんだ。おう、頑張るね。このまま行っちゃうのね、マンションに。お、全く平気なわけじゃない。頭がぼーっとする。でも何か知らなければいけないことがあるような気がして。それが僕を駆り立てたか。駆り立てた。ああ、出れるんだ。出る。王子様。王子様。この町は異常です。え、何を今更おっしゃってるんですか何を今更おっしゃってるんですか、王子様。王子様じゃない。姫様か。姫様か。まあ、この辺までにしとこっか。そうだね。マンションが多分あれだと思うから、迂闊に前まで行ってなんか会話とかに入ると嫌だから、この辺までにしとこう。ここでね。じゃあね、次回は、マンションをね、華麗にさんが
クリアしてくる。そうね、やっていきたいと思います、はい、お疲れ様でした。